マイクのスタートよいしょーい、まだ役職が来てるってことやな。待って、霊媒マジでおらへんの？おらんの？おらねえの？いや、待って、これ多分泳がしとる。あれ、そういうこと。あれで。パグられてることもあるかもしれへんし、狂人の対抗待ってるかもしれねえし。ああ。え、怖。じゃあちょっと様子見しよう。え、ほんまにおらへんの？え、マジ？え、そうだよ。進まへんで。いや、これで、いや、ほんまにおらんかったら多分 GM が止めてくるはずや。いや、せやに。止めてこいってことは、俺ってことや。俺ってことや。いや、ごめん。ごめん。やり直し。いや、今回はね、怪盗さんがおるからね。そうやね。てか、そうね。しかし、怪盗か、お前。違うね、俺普通に使用しようと思ったんやけど、あれ、パクられてるんちゃうかって、ふと不安になってな。まあ、ちょっと一回言ってみようよ。うん。勇気出そう。僕、予言なんすよ。あー。いいよ、予言ね。シンマ予言、OK。で、他は？いや、何を隠そう、私もあるんですよ。何？けど、今誰か何か言いかけんかった？ん？ね、まあ、とりあえず言うてみや。うん。一応言うときましょうか。うん。あの、僕、一応霊媒って切ったんですけど。うん。なるほど。予言霊媒。あ、パクられてそう。なるほど。え？一応霊媒って切ってますね。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。ちょっと待てな。どうした狂人？どうしたどうしたどうしたお前随分考え込みますね。シンマさ、シンマさ、俺からパクった。ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。いやいや、あの、それやったら僕回答です、予言って言いますよ。僕は予言ですよ、本当の。うん、そう。パクったわ。いや、パクってないです。予言なんですけどね。お前、シャオロン、そう言うてお前語ろうとしてるな。いやいや、僕、予言なんですけど、パクった、もしかして。いや、俺もシャオロン回答パターンあるで。いや、あるある。じゃあさ、じゃあもう、あの、予言使わせてや、早く。これで帰ってこなかったら、あの、僕、予言と思ってる一般村人でしょ。あ、確かに。それはある。逆にでもさ、シンバが、シンバ予言なんやろ？僕、予言ですよ。パクられたら、シャオロンさんにするんやったら、予言使って、シンバが帰ってくるかどうか。え？どうした？誰がやられた？大先生？大先生ちゃう今の。え？もうやられた？大先生死んだ。え？大先生霊媒って言ってたっけ？確か霊媒って。うん、え？大先生死んだの？ちなみに俺の目の前に目の前ってか目の奥の方におった。透明感おるよ。もう誰でもいい。誰使おうかな。わあ。多分シャオロン使ったら白飛ぶ。わあ。わあ。誰でも。あに。ないどうしたの？透明化に襲われたけど頑張って逃げたよ。あ、これやったな誰か。うわ、動いてるよ。でもシャオロンではないわ。シャオロン見えてるし。え？ちょ、誰か俺も見て。今占ってる。ちょ、で、ちょ、じゃあ俺も占う。占いも信用できんのか。どうすればいいんだい？とりあえず僕は真ん中に逃げることにするよ。トントンアイテム何持ってる？なんで？お前それ好きやな。だって多くないですか今回。パクられてなかった。よかった。え、帰ってきましたよ。え？あ、両方帰ってきた。まあ。
一応じゃあ、まあ、言っておこうか。どっちかがってことね。僕ショッピング占いました。僕もショッピング占いました。え、マジで？そこで被んの？うん、じゃあ、せーので行こうか。はい、せーの、白。黒。はい、パンダ。はい、パンダ。え、霊媒大先生が死んだら赤いやけ。おい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 。チームが黒なんや。ん、俺は白だよ。あー、俺の予言結果。あー、黒黒黒。ピ君がパンダ。シンマ強が白かってことは。俺え？いやいやいや、サウロンが強制じゃん。だって黒なの白だし。帰ってきてんやったらそいつ本物や。帰ってきてるよ。だからパクられてない。今の感じ見るとさ、多分さ、新予言パクられてないやろ。あ、パクられてない感が出てるな。いや、パクられてないし。ってことはさ、やっぱ黒陣営の どれか取ってるで。あ、取ってるか。あ、シャピカ、シャピカ。え？ああ。僕白出ししてくれたらいいやったっけ。強人かもしれへんけど、あ、でも強人は神魔。いや、神魔かも。おめえじゃあ言い方あれだ。なんてちなみに言い方あれや、結局けどな。今俺って言い騒いだ時に見えとった陣営誰だ。見えとった人間後ろ、後ろ、シャオさん後ろ。ちょっとここやばい、階段やばい。やめや、あれは怖い。じゃ離れよ。強人の可能性があるの。小島シャオロ。透明か誰やったんや。わからん。わからん。チーノ動いてないっぽいからチーノ多分外していいと思うで。チーノは違うで。チーノと俺とゾムさんは割と近くに。やばい、このままだと俺が歌われる。え、僕誰かに俺の持ってるもん見せようか。お前早く死ねえよ。全然強人だろ。おめえが死ねえよ。強人だと思ってる一般男性かもしれへんぞ。てか、チーノにタジャビ。これ、いや、全力アピールしてる。アラトですよ、それタピュー。お前、強人パクられたことを気づいてない。いや、僕、予言だって言ってるじゃないですか。お前、もしかして環境で強人パクったな、お前。あ、でもさ、さっきから言ってることが全部ブームなんだ。いや、でも少なくとも黒陣営絶対バグってる。まあそうよ、出てこないと。それは間違いない。出ないと回答ばらしするメリットがない。とりあえず俺シンバ殺してもいいってことやね。いや、とりあえずサウロンやっていいよね。じゃあ、ショッピさん、行きます。ショッピまでセットで行く。いや、俺ショッピ殺してもええか、黒やもんな、あいつ。そうですね、ヨシマさん目線から両方的やで。2対1か。逆に言うと、シムは2対1かとなるかね。やっぱ、つらっ。なるほど。盾持ってるのトントンですよ。おっ、怖っ。もうどんどんアピリますよ。盾持ちトントン。ほら、超ロボロは、ロボロはからそういうことになんだぜ。アイテムなんだ。いや、シャオ、お前、ショッピさんね、真実を言う、真実が最も痛いんだぜ。お前イモってんちゃうやろな。いや、全然イモってないっすよ。全然合わないんだけど。あ、シャオロンや。あんまや。ロボロ怖いよ。ってことは逆サイやな、多分。でもお前俺のこと狙ってるさ。ちなみに持ってるアイテムの申告、俺はあの公平な立場からみんなを観察してるから。どう、どっちが言うか。ごめんなさい、一応確認なんですけど、みんな結局アイテム持ってたか。気をつけろ。持ってた。あ、ロボロのアイテム確認するの忘れたな。わし、ゾムには見せたで。あ、ゾムに見せたん。うん。ゾムに見せた。あ、ゾム、お前何持ってんねん、見せてみろ、お前。ゾム、あ、ちょっと待って。ああ、接敵する、接敵する、接敵するよ。見えてるか、見えてるか。あと、事故る、事故る。見えてるか、おい。おいおいおい。すいません、すいません。ちゃんと持ってます、この人持ってますね。はい、はい、はい、はい。あの、偽予言のコレシマを殺しました。おぉ、あぁ、殺敵する、殺敵するよ。見えてるか、見えてるか。あ、事故る、事故る。見えてるか、おい。おいおいおい。すいません、すいません。あの、ちゃんと持ってます、この人持ってますね。はい、はい、はい、はい。あの、偽予言のコレシマを殺しました。おぉ、おぉ、ナイス、ナイス、ナイス。やる、何持ってた、あいつ。俊足ですね。あー、じゃあ違うね、透明化の容疑者じゃない気もするな。あ、でもビーム透明化使ったらここからカラビン出てくるんちゃう。いや、でもビームは捨てれる可能性があるから。ビームはどっかにポイしてるかも。捨てた可能性ある。でもカラビン歩き回ってるけど、ビーム見てない。ビーム多分持ってると思うけどな。なるほど。
あれじゃん、身体検査したら空瓶に出てくるやつで、ポロンって。身体検査、それ死ぬやん、相手。で、こうなると、誰から消していくべき、これ。わからん。わかんねえ。霊媒がもう死んじゃってるから、どうしようもないけど。そうなんやな。最初に死んだよな。シンクとやった場合は、少なくとも、僕とショッピ君は、城ですね。死んだったらね。だいたいペコペコされたやん。シャオさんがやたらペコってないか。狂人一番かな、どうやろうな。でも狂人を盗んでたとしたら語りもっと出ても良さそうなんだよな。何やろ、なんかショッピ君とシャオロにじりじり周り詰められてる感がある。いや、シャオさんがゾルさんに寄ってるからどうしたらいいかなっていうの。でもあれじゃん、相手の関係があるから語りづらいんじゃないの。あ、語りづらい可能性もあるけど、人狼誰やねん。お前ら多分あれやで、パクられてるで。いや、一回ちょっとここ人狼さえカットパクられてる。自分もしかしたら構成してるかもしらんぞ。あ、なるほどね。俺実は人狼やと思ってたけど、ただの人間やったって一番恥ずかしいやつな。そうあるよ。ただの人間やの人殺しとったら恥ずかしいことになるから気をつけろよ。お前はコスプレするおっさんやったってオチですね。終了です。もうそうなってるから動けないんか。終了です。え？どう？人狼誰やねん。お前ら多分あれやで、パクられてるで。じゃあ一回ちょっと心に聞いてみる。そう。自分もしかしたら構成してるかもしらんぞ。